日本の廃止、休止競馬場一覧とは現在廃止、または休止されている日本の競馬場をまとめたものである。所在地名は廃止当時の地名で故障。廃止年は原則として最終開催年で記述しているが、最終開催年と廃止年が異なる場合は、廃止とされた年を廃止年とする。本校では、中央競馬における廃止された、 競馬場と地方競馬における廃止された競馬場について述べているが中央競馬は1954年の競馬法改正により新たに発足したものであり改正前の競馬法に基づく国営競馬を礎としており地方競馬とは運営主体も設立の経緯も異なるためそれぞれ分けて分類している歴史的経緯などについては実説で詳述する 本説では、日本における競馬の歴史をまとめる。そもそも日本の競馬というとき、俗日本記に記載されている701年の競馬や、鴨の比べ馬、織田信長の安土馬揃え等の記録や相馬や馬追い、等の無形文化財など一部を除き、ほとんどが民族の中に埋もれている。このような民族的競馬の一方を、 別の競馬の系譜として幕末期に外国人居留地において行われた洋式競馬の系譜がある。ただし、洋式競馬の明確な定義は定かではない。いずれにせよ、日本人による洋式競馬は1870年に東京商根舎で初めて行われたという記録があり、その後は各地で洋式競馬が開催されたという。 馬券発売を伴う競馬が確認されるのは政府の黙認のもとに1906年に開催された池上競馬場の競馬である。同年に制定された競馬開催を目的とする法人の設立に関する件により、根岸、池上、目黒、川崎、板橋、松戸、函館、宮崎、鳴尾、札幌、京都、小倉、新潟、藤枝に、 競馬会が設立されたこれらの競馬会は、後に、函館、札幌、新潟、松戸、東京、日本レース、藤枝、京都、阪神、小倉、宮崎の11クラブに再編された。これが、中央競馬の源流である。しかし、同年制定の新刑法により、馬券の発売は、賭博禁止に抵触することとなった。 しかし、軍馬改良のために競馬が求められたため、施設管理や賞金に対して補助金を交付する、形態で、競馬は存続され、競馬規定が制定された。競馬規定では、競馬は、民法934条の規定による、競馬会でなければ開催できないこと、ただし採点等に際して、もっぱら娯楽のためにするもはこの限りでない、胸規定された。 この民族的競馬としての採点競馬が地方競馬の源流である。ちなみに採点競馬の概要を大井競馬の歩みから抜粋するとというものであった。後の中央競馬に至る競馬は1923年に補助金の交付による財政負担を軽減するために競馬法を制定し全国11の競馬クラブに対して馬券発売を伴う。 競馬開催が特許され1936年の競馬法改正により、これらの競馬クラブが統合されて、日本競馬会となり1948年の新競馬法制定に至る。一方、先に述べた1908年制定の競馬規定は1910年に改正され三牛馬組合による競馬開催が認められた。これが今日に直接つながる司法競馬の原点である。 この競馬では、馬券の発売が認められていなかったものの、投票券付きの入場券を販売し、勝ち馬投票の、的中車に景品を交付するというような、いわば、脱法的行為が行われていたため、1927年に、地方競馬規則が制定され、公式に馬券の発売が、認められた。1939年には、群馬資源保護法が制定されたことにより、 地方競馬規則に基づく競馬が廃止され、地方競馬の主催者は、軍用馬保護鍛錬中央会に移った。軍馬資源保護法は1945年の廃線と、共に廃止され、翌1946年に、地方競馬法が制定されば、ひつ組合連合会、及び、それが構成する中央馬次会による競馬が、開催されるまでの間は、いわゆる、闇競馬が開催された。 ただし、闇競馬の意義については、若干の補足が必要である。一般に、闇競馬と言われているのは、法律及び省令等の中央政府機関の命令に、基づかない競馬である。戦後の闇競馬は、当然に、これらには基づかない競馬であるが、都道府県規則等に基づき行われたものもある。また、全く無法規で開始された競馬を後に、 都道府県規則を制定して、その規則に基づく競馬として開催させたものも多い。日本国憲法施行前の都道府県は、国の地方機関であり、法律に基づかないあるいは、中央政府機関の命令に基づかない、王権に基づく、地方行政各部の発する独立命令を発することができた。戦後、GHQ 司令による、財閥解体、 独占禁止の流れの中で、競馬主催者を政府の特許付与団体としていることが問題視されたため1948年に現行の競馬法が制定され、旧競馬法による日本競馬会主催競馬は国が主催する国営競馬、地方競馬法による馬筆組合連合会主催競馬は地方公共団体が主催する地方競馬と区別した。本校では、 上記の中央競馬に至る流れの競馬場を中央競馬場を地方競馬に至る流れの競馬場を地方競馬場と呼称する場合がある。中央競馬を開催する競馬場は競馬法により12倍内と定められていた。そのうち競馬法施行規則で指定されている競馬場は現在使用中の10馬。残りの2馬は 横浜競馬場と宮崎競馬場が指定されていた。なお、1906年に設立された根岸、池上、目黒、川崎、板橋、松戸、函館、宮崎、鳴尾、札幌、京都、小倉、新潟、藤枝の競馬会の競馬場と、その変遷を取りまとめると以下の通りである。戦後廃止、もしくは休止された。 地方競馬の競馬場が廃止に至った経緯は、概ね三つに大別される。第二次世界大戦中は、挙局の悪化とともに、すべての競馬が休止されていたが、戦後の1946年に、地方競馬法が制定されるまで、闇競馬が行われていたものの、その後は競馬を開催していない、競馬場地方競馬法に基づく、バレン競馬が行われたが、 その後は競馬を開催していない競馬場1948年に制定された現行競馬法に基づき指定された地方競馬場でその後の事情により指定を取り消された競馬場をまた競馬法に基づく地方競馬場が廃止された経緯も概ね3つに大別される地方競馬の競馬場は競馬法で北海道は6倍ない その他の都府県は2倍内とされており、当該地域に競馬場が新設されたことに伴い法定数を超えたため廃止された競馬場1954年競馬法施行令が改正され、地方競馬場は一周1000メートル以上とされたことにより、コースが規格に適合しないため廃止された競馬場売得金の減少などの要因による経営の悪化などの事情により、 主催者が撤退した競馬上場上記のいずれにも当てはまらないものとして下記のようなケースも見られる。北海道の地方競馬は同栄競馬と市営競馬の日本だけで開催している。北海道における地方競馬開催成績に関する資料は競馬場ごとの開催成績と主催者ごとの開催成績しか確認できず各競馬場ごとの主催者別開催成績が 把握できないため、単に、地方競馬としてまとめている。初代戸塚競馬場戦前の地方競馬は、いわゆる祭典競馬、1908年の競馬規定に、基づく、競馬、1927年の地方競馬規則に、基づく、競馬、1939年の群馬資源保護法に、基づく競馬と変遷を重ねた。その他にも、 都道府県の規則等に基づく競馬も行われていた。さらに言えば、明治初年の競馬場については、地方競馬場あるいは、中央競馬場という概念もなかったと言える。これらの競馬場の経負関係には、不明な点もある。また、常設の競馬場であったか否かも、不明の点がある。なお、青森競馬場では、戦後、競馬法に基づく。 地方競馬が1949年から1951年まで開催されたが、その青森競馬場が旧青森競馬場であるのか新青森競馬場であるのかははっきりしない。一般に昔の青森競馬場の跡地として紹介されているのは旧青森競馬場である。また、地方競馬市には一周1600メートルとあるのも、 新旧いずれの青森競馬場であるのか、半然としないが、おそらく新青森競馬場であると思われる。しかし、地形図から判断する限り、旧青森競馬場も、同程度の規模であるように思われる。なお、栃木県では1880年に、県の命令として、競馬取締規則が制定され、1910年には、その改正も行われたという。 1910年といえば、競馬規定の改正により、地方競馬の開催が認められていたので、栃木県の競馬は、県独自の競馬として行われてもいたものと思われるが、どこにその競馬場があったのか定かでない。なお、群馬県にも1911年制定の県の、競馬取締規則があったということから、県独自の競馬が行われてもいたものと思われるが、 どこにその競馬場があったのか定かでない。以下、神奈川県の競馬場について記述するが、神奈川県の競馬場については、不可思議な定員がある。神奈川県の地方競馬は、採点競馬は別として、1923年の関東大震災復興を目的として制定された、県の競馬規定に基づき開催されていたらしい。同規定に基づき、 神奈川県には8競馬場が開設されたという。地方競馬規則の制定にあたり、当初は4箇所に整理しようとしたが、さらにこれを2箇所に整理する必要が生じたという。結果としては、しばらくの間、大船、藤沢、平塚、小田原の各競馬場の持ち回りで、地方競馬規則に基づく競馬を開催していた。戦後になるが、 1946年には、県内の八競馬場で、能力検定成立と向かいという競馬が開催されたという。県の競馬規定が何時廃止されたかは不明であるが、日本国憲法交付までの間は、仮に廃止措置が取られていない場合には、県の競馬規定は依然効力を持っていたのであるから、県の競馬規定に基づく競馬は、 地方競馬規則制定後も引き続き開催されていたのかもしれない。石川県では、1895年制定の県令、第8号工業取締規,規則による競馬が行われていたという。また、1925年には、松戸辰野口ツノ高浜、和倉で、軍畜3組合主催の競馬が行われたという。これらの競馬は、 競馬規定に基づく競馬と思われる。これらの競馬場は1927年まで競馬が行われたというから、地方競馬規則の制定に伴い廃止されたものと思われる。ただ、辰野口と和らはその後も競馬を開催したというから、その競馬は前期の県令第8号に基づく競馬と思われる。松江競馬場は遠いか、佐賀県の競馬場について述べるが、 地方競馬市第一巻の記述には混乱があるため、半然としない部分がある。追って、地方競馬市第一巻によれば、宮崎県内には、地方競馬規則の制定時整理された、競馬場として、上記のほかに、東諸方郡本城村、嵐田、南中郡大足村、小遊雲、東薄木郡に、競馬場があったという。ありがとうございます。